任期満了に伴う目黒区長選挙が今日告示され、無所属の3人が立候補しました。現職に新人2人が挑みます。目黒区長選挙に立候補したのは、届け出順に現職の青木英二氏と、いずれも無所属で新人の野沢真理子氏、安久美代子氏の3人です。住みたい街、住み続けたい街、目黒を一歩も二歩も前に進めるために2期目に挑戦をさせていただくことになりました。青木氏は安全パトロールの実施など4年間の実績を掲げ、再選を目指します。また頑張ります。子育ても医療も介護もしっかりと支えられる区民のための、そして皆さんの声が生きる温かい区政、ご一緒に作っていこうではありませんか。区議を24年間務めた野沢氏は、再開発優先から福祉優先の区政に変えようと訴えました。区議会と区の行政との慣れ合い区政を私は何としてもストップさせたい。前区議で元看護師の安久氏は、ガラス張りの区政を目指し、手作りの選挙で戦いに臨みます。目黒区長選挙は今月20日に投票が行われ、即日開票されます。